haunted mansion. You'd better learn by name, cause it's Ashley. She knows the darkest spells and she brews the meanest potions. You might be the ingredients I seek. はい、切らした。で、なんですが、ガガガ、まあ、役目を終えたいところなんですが、ガガガ、飯を食わなきゃいけない。あと1時間だ。そうなんですよ、1時間なんですよ。その間に飯を食わなきゃいけない。ガガガ。とりあえずね、あれもね、ここのね、外に出れる時間がね、11時までなんですよ。これはもうね、コンビニでいいんじゃないかと、今日は。よしさん、賛成。安く済むんじゃないかと。安く済む上に食えるのってもんじゃない。と思うんですよ、吉田は。どう思う？その分、3日目の昼飯とかは豪華にすればいいんじゃないかと、思うんですけど。まるとありがとう。明日とか、まだチャンスは何回かあるから1日消し去ったとこがいいんじゃないかと、うん、熱海の時は2回もああなっちゃったからいけなかったんじゃないかと。1回ぐらいは問題ないと思う。1回ぐらいは問題ないんじゃないかと。逆にこれはコンビニでなんかまた結局コンビニで買わされてるよっていう方がなんか美味しいのではないかと、そこまで吉田感じています。さてどうでしょうか。いや割とありありよりのあり。てか俺もそういうその考えだったし、うん、多分今から店探してもそこそこないと思う。だったら下もセブンとかあったからそこにかけた方がいいし、だったらここで変な店に捕まさないよりも確実に美味しい弁当を温めてもらう方がいいし、だったらそこで安く済んだ分ビールを買った方がいいと俺は踏みたい、踏み転がしたい。でもそれしかないでしょ。俺もう帰る段階でもその考えあって、うん、いや俺ね、星ちゃん聞いてよ、うん、俺は星ちゃん死んでる間にね、意外と、うん、星ちゃん死んでる間にね、うん、意外と俺頑張ってたんだよ。確かに飯屋をね、全部ね、一通り探した上にね、駐車パーキングもね、4つ回ったんだよ。なかったんだよ、いい店。あ、星ちゃん、とりあえずさ、これさ、俺がさ、さっきさ、仕掛けてた熱湯のお茶あったでしょ、うん、これ、意外と冷えて美味しくなってきたから、これ飲みないよ。よいしょ。多分まだこれも冷えていると思う。もう意外と美味しいお茶になってきている。ちょっとなんか冷たくクーラーのやつに当たって冷たくなってた。ちょっと立て直した。なんかトイレの音、それともあのクーラーの音、あ、抜いた音だ、お湯。ああ、一瞬ないかと思った。どんだけ代弁流してんだよと思った。一気に代弁流すとこうなるのか。ゾウさんかよ。え、ゾウさんかよ。ゾウさん、動作もないこと。タオルあんじゃん、ここに。はい、これね、カッパ天国タオルで、これもらってっちゃダメなの。なんかちょっと可愛いんだけど。もらってっていいんじゃないの。そこそこの金額払ってるよ。そこそこの金額かな。宿一泊にしては安いと思うんですけど。一人3500円ぐらいでしょ。温泉付きの宿からしたら結構いい感じだと思うけど。個人的にはね、こういう時に、ね、歯ブラシつくのが大変ありがたいです。アメニティ的には。持ってきちゃったよ。ん？持ってきちゃったよ。持ってきちゃったんですか。アメニティクラブ。でも違う、もうここ自体は来ない感じじゃない。待ってってね、それは思う。あなたたちタオル持ってたでしょ、返しなさい言われちゃう。知りません、いただき物でしょ。なんだ。2018年8月1日か8月31日の間に対象宿泊施設に宿泊された方で一泊1名様1泊につき1枚差し上げてる券がある。商品、あ、応募券か。じゃあ絶対当たらない可能性が高いじゃん。10万円相当当たる可能性が高い。 1名様10名様が当たる。なぜかわかんないけどさ、1万円相当が当たる人は18名なのに対して2万円相当が当たる人は20名という謎の倍率。なぜか2万円の方が当たりやすい。あ、なるほど、こういうことか。どうしようなんですね。よしさん、うん、俺速度制限入ってたんだった。あ、そうなの。あ、今日の10時10分に来てたわ。連絡が。あ、そう。あ、だから全然なんかもう繋がんねえ。あとでフロントのとこ行って Wi-Fi 写真撮ってこなきゃ。
よいしょ。はいよー。ああ、みんなね、ちょっとなんか今、アンニュイになってたっぽそうだけどね、ヨシエ元気だよ。ワイと。ヨシエ元気じゃなかったら、陰夢のくだりやんねえから、陰夢のくだり多分明日また戻ってくるよ。うん、明日本当に疲れてるから、多分マジなやつできるよ。自信があるよ。今日時間がないからさ、準備整えないんで、時間があればね、セルカボができましたから。わかんない、明日はね、もしかしてポジショニング交代してるかもしれないからね。ダメだ、こいつ元気がねえ。あ、やべえ、元気がある。あるんじゃねえかよ。どっちもダメっていうね。やべえ、こいつ元気がねえ。やべえ、こいつ元気がある。何してりゃいいんだよ、みたいな。私はどっちがいいんでしょうか。さっきおしりでマジでやばかったよね。さっきはマジでやばかった。あ、ごめん、ちょっとケツで奏でるぞ、ごめん。止まんなかったね、今も。止まってない。止まってない。割と止まってない。ごめんね、匂いは出てないと思った。おお、すごいね。さっきね、面白いこと言って、イワシの。俺さ、そう、OK で隠してたじゃん。ヨシヤリポーター的に。あの時ね、ヘがね、出続けてたんだけどね、OK によってね、溜まっててね、でね、あの、で、じゃあ、終わりです、閉めたじゃん。その瞬間に、僕に強い OK、打ち上がったんだけど。笑ったわ。やべえな。うん。ヨシヤリだるいからさ、今の自らのさ、自らたちのさ、真後ろの布団が自分たちの布団ね。うん、置き場所的にも、荷物の。OK。それで今何分でしょう。今の、ただいまの時間、22時11分でございます。11分ですか。そうですね。何分頃出発しましょうか。じゃあ20分に出ましょうか。了解でございます。よし、20分まで何する。何しよっか。ちょっとゆっくりして、ゴロンゴロンタイム、それともトーキングタイム。ゴロンゴロントーキングタイムにする。ゴロンゴロントーキングタイムいいな。ゴロンゴロントーキングタイムがよくね。寝ないように気をつけよう。うん、まだまだワンメモリ使い切ってない。みんな本当にやる気がなくなると三脚とか全然立てねえんだぜ。りっくんが役立ってる。あはは、うん、ゴロンゴロントーキングタイム。イエーイイエーイ、バグバグ、議題、この部屋でクロスさんがいたらやってそうなこと。ね、よいしょ、クロスさんいた場合ね、お尻に寝かす。急にやってそうなことなのにね、急に仕掛けてきたね。お尻に寝る。はいはい、なんだかんだ言ってスマホでパズドラをやる。あ、現実だ。うん、そこの机に、そこの壁に寄っかかりながら。はいはい、スイッチのマリオカートやってる。うん、いや、やんないよ、あいつは。あいつこういう時はね、スマホゲーだよ。はい、福田さんが悪いでもあってよ、シール以外寝るとこがない。はいはい、多分ここにバーンって引いてある。ああ、机どかして。うん、机がない。机がある。じゃあ今からこの机を煮ていきましょう。煮ないで、やめて、煮ないで。え、じゃあね、今からね、この机ね、いらないんで捨てましょう。捨てちゃうの。え、捨てちゃうの。じゃあね、今からね、このね、じゃがいもをね、食べていきましょう。机じゃないの、じゃがいもなの。うまそう、俺にもちょうだい。ホク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 。はい、で今からこの机でね、アサヒスーパードライ、飲みたいけど。じゃあね、今からこの机、あ、ごめん、もしよん、つかかった。何やってんのお前、もうダメじゃん。もうやる気がさすぎる。それで何が起こったんだ今。俺の右肩がバイブレーションしただけでちょっと揺れて。なんだそれ、怒りた笑い。なんだよお前、アシュラマンかよ。はい、はい、あとね、このね、
布団がね、思ったより寝心地がいいね、くない。ちょっと一瞬魂取られてる今。これ柔らかいよこの布団、マジマジ。ふかふか、真面目に柔らかいよこれ、うん。はたまたこの布団がいいのか、前回がすげえ硬かったからなのか。前回でもあの硬さを味わいに行ってたまであるからな、うん、ねね、マジこれ合宿所だなほんとここ。うんねね、合宿してんの俺が。多分合宿だったらね、このね、この 1.5 倍の部屋に6人閉じ込められるよ。つら。ありそうじゃない。俺ね、うん、そういう時に1回だけね、うん、ああいうとこに寝たことある。マジよ、うん、俺もお前も、うん、じゃんけん負けた。でもね、すぐ横に寝てたやつがね、転がってこっち来たからね、そいつをあっちに押し込んで、俺はその布団で寝てたよ。俺朝起きたら車掌庫みたいになってた。一回あそこに寝かされた時にね、俺は吉田を恨んだからね、ブービ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 ーって時にね、みんながね、こうやってさ、みんなそうやって大抵さ、まあ、絶対さ、まださ、まあ、ってやつがいないさ、あとはさ、うんうんってやつが言いたりするんじゃん、うん、そんな中さ、俺はさ、もう笑いを取るためだけにさ、あ、何してんのよ、じゃあ寝るかよ、なんでそんなところでお前ら笑って、ほらあそこって言うから。狭いの嫌だもん。やめてよ、どっちにって言ってた。あとは皆さんのね、皆さんの疑問にお答えしましょう、この部屋の。俺らもどっちだっけってなるかもしれないんで、やっていきましょう。こうまず GoPro をこう設置するでしょ、ね、このライトをつかめてみて、まあ、あの豆電球がつくかどうかだよね。つくと思います。俺つくと思いますよ。もうこれ結構いいけどね。うん、きたー、これいいよ、これ素晴らしい。はい、暗い、はい、明るい。なんかこれ、これさっきになるとこれが眩しいけどさ、ああこれちょっと暗すぎるんだよな。これ目悪くなりそうなのよ、非常に、ね、あとこれ寝そう、ここマジで寝るちょっと前これいいかも。あ、そうだね。豆電球は優秀やな。豆電球はどこ行っても最強だよ。